法、田中正宏さんのグッズ、500円ワゴンセール。予告、明日、田中正宏を先発させる、ついでにタオルの在庫も売りさばく。露骨な在庫処分くさ。ワンコインやん。これが生え抜き大スターの姿か。今年のタオル売り切らなきゃね。半額以下はくさ、ほぼ原価やろ。こんなんするんならもう配れよ。売り切れますよね、正宏さん。あのレジェンドすらタオルこんだけ値引きしないと売れないの悲しいな。明日で200勝達成して引退やな。明日3勝できる。CS 争いの佳境なのにのんきなことしてんな。今の先発陣なら4回3失点でも合格や。0.0 回8失点の松井、0.1 回5失点の庄司、2回6失点の高田、3回12失点のポンセ、これより勝ったら合格。ファンモンが来場するから田中正宏先発させるとかいうクソ采配なんやろこれ。ファンキー加藤はあと1つ打たんかね、200勝まであと3つなんやが。ちょっと欲しくてくさ。悲しいなー。